スーパーハングリーとこうやってます。与えられた軍資金を10万円にしないとこの島から出れない。今回のガチャで軍資金の出現率が変わります。なくなったらガチャを引いてもらうんですけど、引くために条件があります。島の一番奥まで行ってタッチしてまた戻ってくるっていう、あれもちゃんと用意してます。恒例のお楽しみくじ、お家に帰るマジ来た7800円を超えてたら引けるえ、ちょっと待ってくれ、マジで渋滞だ。じいさんあれ見て、俺らの脱出線あれや、俺ら今日脱出不可能。いつ帰れるんすか。2万来い。よっしゃ、いや4だ4。あれ、シャマハジコたちアホやなこのキャいや、外れたら間違えると地獄っすから。こうなれ。明日ポン兄が買うやんね、さっきの金額オールインしてもらおうと思って。僕が決めて、そう、明日みんなで家に帰ろう。はい、ということで3日目突入しました。はい、今8時半。はい、今日帰るためにやっぱ2時50分の便に乗らないといけないので、ちょっとどうしてもね10万円発生しないといけないんですけど、うん、ただ昨日くじ引いて1番バッターはこの人。そうなんすよね。昨日俺らオールインしてとか言ったよね。はい、あれ先に行けんね。でも今日ね2時50分に出ようと思ったら必然的に僕がここでお金をガンと増やさないと出れないと思うんですよね。だから必然的にオールインが必要になると思うんですよ。っていうのもありますし、実は言ってなかったんですけど、この宿が明日までしか取れてなくて、まあ、今日泊まって明日、まあ言ったら明日出ないといけない。ダッシュってこと終わりじゃないですよ。次に横の島にある大島に移動して、見えてるところ、はい、あ、見えてる大島に移動して続行です。もう島縛らんでよくない？本土戻ろうよ。いや、本当にこの企画は達成するまで本土戻れません。それも決めたんで。だからそうです、セカンドステージ大島から。いや、セカンドステージ、でもちょっとなんかでもなんかいろいろ街っぽいっていいじゃん。街っぽくていいんですけど、ガチャ行くための条件は大島は豊島村と暗い部分がないぐらい広いです。歩いてどれぐらいかな。多分5時間ぐらい。マジ、マジで。だからいや、ちょっと待って、スーパーハングリーモードからハイパーハングリーモードに突入するのが大島です。ハイパーって言わんくらいやばいやん。やばいっす。で、早速僕が今日狙ってるレースあるんですよ。ナルトの3レースです。はい、コウゴ選手が陰線のレースで、ここ簡単にインで決まるレースじゃないんじゃないかなと思って、2人の意見も聞いていきたかったんですけど、どうすっかね。あのね、展示でよかったのは2号手ないよ。はい、伸び系統の展示スタート決まればグッと出ていくけど、決まらんとちょっとしんどいなみたいな感じ。これね、はい、EH63 なんや。63、そんな高いってことじゃない。2号手と4号手だけが10番超えて、1と4は注意しないといけなくて、確認っていうのは4号手、うん、一周タイム出してるし、ここは軽視線がいいかな。ただ満周率はそんな高くない。あ、そうなんですか。そこだけは気をつけて。じゃあちょっと中和なところね、入った時に取れたらいいですよね。うん、そうそう。じゃあコミあとは頼みますか。そうですね、はい、ロマンを見せてください。はい、はい、買いました。ナルトの3です。今回は鈴木選手をあるにした形で、6号手の田中選手をなしのアルソナル36点、8万2800円。これで5頭とか来たらやばいんか。これ5頭と来れば一発脱出もありえる。ありえるよね。はい、これで帰れる可能性もあるんで、行かせてください。さあ決める。行くで、鈴木選手一緒に。決めてくれ、スタート決めれ、いけ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 、鈴木選手いけ、逃げれ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 、鈴木選手遅れてる。いや、ちょっと伸びろ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 
でまだ鈴木選手は残ってる。鈴木選手そう、内からそう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 で、3番手入ってくる。おっ、いいよ、残った残った残した残して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 残やばい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 、締めて締めて締めて、4年周回ためにいいよこれ。ああ、そうなんすかね。4年ここねめちゃくちゃ色増してる。なるほど、これどうするんだ。やばい、迷うな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 、頑張れ、そこでー、ここでー、これやばい。でもまだ諦めないね。まだ諦めてない。まだ粘ってる粘ってる。粘れ粘れ粘れ、いけ粘れ、勝負見てくれ、やめて、鈴木選手の思い引き継げなかったです。先輩もう安かったか。じゃあお願いします。お願いします。え、ポニーさん、ポニー、はい、お願いします。お願いします。え、よし、ちょっと頑張ります。切れた。ポニーしっかりめに先走っていってたよ。俺によく言ってた。なんかさ、ちょっと聞こえとったのはシスさんと太郎さんのタイム越しますって言ってタイムレコード俺ら一緒に行こうかって言ってたけどね。自分で行きますって言ったもんね。だから走りたいもんね、邪魔なのかもしれないね、俺らがね。あ、そうね、レコード出すためにね。そうそうそう、俺ら3回行っとるから足腰もうバキバキやけどね、うん。じゃあ、 あれだよね、本人がおるもんで予想に専念できるっていう部分はやっぱり俺らってあるじゃん。そうね、今だけこの時間のうちに俺らもう次の狙いレースを決めとかないかもんね。そうそうそう、うん、早く家に帰りたい、帰りたい家に帰らせてくれ。はい、ガチャ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 ちょっと俺らもちょっとこれ2万出過ぎの怪しいと思うけど、はい、ちょっと聞くわ。10連打する？10回じゃ確率収束しますか。1万。まあ30本なら出るじゃない。1万。ちょっとでも2分1を今すげえ。あ、やっと出た。3分の1、3分の1。あ、やっぱでも5000出るわ。4分の2や。もう4分の2。いや、普通に5000めっちゃ出てくる。5分の 3? 5分の3まで。ちゃんと、うん、10分6か、うん、まあそんなもんか。やっぱそうだね。いや俺らちゃんと引いてるマジで神引きしてる。ちょっと焦ったもんな。正直、船の時間があるから、うん、ダッシュフェーズよ。ダッシュフェーズ、うん、だからもうここから2500円とか5000かけない。本人の思い引き継いでちゃんとかける。レース選び慎重やね、ほんとね。そうそうそう、ちょっとこっからレース。そうやね、本人も一緒にいらんの、ね、え、僕も、うん、本人じゃないの。そう、まあまあ一応僕もこれ行ったんでね。じゃあ今回はちょっと一緒に。本人今いいの、しれーって。あーなぜかプレイヤーになってますね。いいの、相変わらず
アホやね。なんかその辺。はい。ということで、小島。はい。2です。はい。今回の2人の共通は4。ただ2は結構厚いということで、うん、肯定も言ってます。はい。でもただ300は超えもない。ないけど、うん、2.5 倍か 2.7 倍になってるから。はい。2号艇差しだったらね。あ、いいよ、1号艇変なとこだし。差してる。よはれ、よしよし、2か4。終わりだ。逃げたか。次だね、差とか。そうだね。マジか。レースを調べ直しですね。あの、マジでもう一回行くってことになったらごめんね、ほんとね。なんで僕が行くんですか、その、なんかね、タッチ要因みたいな。いやー、入れるやつないっすか？ないねー。かれこれ、1時間とか2時間ぐらい経てますけど、インディで伊垣行くなら、なるとか電話しまくって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 ちょっと見ていいところから、うん、一番いいなと思ったのは3番選手、まあ、実力的にも強い選手だし、そしてエンジン出しもしっかりできる選手だと、理想の5-6のエンジンが強い4番となる。なるほど、中村佐藤選手、これ意外とこれ逆、頭まであるなっていう感じ。今の話聞いてると、2人の意見が合致して合致そうなレースですね。買いました。はい、今回は3号艇と4号艇の頭で、これ3号艇の頭がめちゃくちゃ合致してて、うん、1位はもう1着2着はないよっていうところで、うん、はい、金額はもうこれ9,600円、うん、これがもう負けた場合もうペヤング食べて歩いてます。はい、4号艇、3号艇スタート決めてください。いや、さあ勝負。ただ1は遅れてる。1は遅れてる。あ、1遅れてるね。1は遅れてる。OK! で、4もいった。4もいってるね。いける。OK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 ! これ攻めてこないか。2号艇攻めてくれ。さあ、これ勝負だよ。3号艇まくり。3号艇よし、いや、まくりかかってない。いや、かかってない。あー、かかってない。4がある。よし、4がある。あー、2の方が。やったかー。いやー、こっちは。いや、3流れちゃっとったもんな。またあるくんかこれ。いや、行きたくねえ、マジで行きたくねえ。いや、見守ったの絶好のチャンスやったのにな。これポンニーが作ってくれたチャンス生かせきれんかったな。もうそろそろ5万引けそうな気するんやけど。うん、そうやね。うわっ、びっくりした。うわー、おった。キジがおる、キジキジ。きびだんごない？この島すごっ。多分ね、年間にでも4回ここに来る人おらんと思うで。2もおらんわ。ああ、OKです、OKです。タッチをすればガチャが引けるということで、ガチャタイム、行きましょう。顔がその出る側の人間の顔じゃないですよ。じゃあこれでほんま出ましょう。ここで5000円はいらないですよ、本当に。よし、頼む、ほんまに頼む、頼む、頼む。よっしゃー、マジで。僕がさっき超えてたから。いや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 
いけるいける。はい、今回平和島7レース行きます、はい、でこれ1号艇は2人とも逃げると思ってる。ただ世間のオッズで言うとそんなに売れてるわけではない、うん、でその時に2着は2353着は2355。逃げた。そして1なんなら1 2 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 1 2
ちゃくちゃいいと思って待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 って、6位なんて、これチェックや、うわ、なんて言ったらいいかな、あの思ったよね、まず今俺らってずっと、まあ、5000円から2万円のゾーンをずっといるんよね。こっから人品で全然増えてないよ。でこれやっぱしょうがないよね。このゾーンって当たったとしても返ってくるお金がそんな多くない件がなかなか増えんよね。まあそうやね。だから俺らはこの2万円までのゾーンのところを抜けて3万円のゾーンに行けば1回にかける金額が1万5000とか2万になったら返ってくるバックがでかくなって5万とかすぐポンポンポンっていけるよね。雪だるま式に増えてる。そう、当てて3万円のゾーンに入れたらそこから行けばもう一気に加速度的に上がっていくから。なるほど。じゃあどうやって目指していくかっていうと、同性オッズ2倍とかでもいいけど入って、ピンサンでとにかく3枚のゾーンに入れる。で、もう一個提案があって、はい、ボートレースを絞らんかな。いやもう絶対。でもその方がいいんですか？そう、エンジンが今回から使い始めですっていうところもあったりするし、音を聞いてないとだけ分からんなって思うのもやっぱりあったんよ。だけど、逆に言ったら音を聞いとるやつなので、提案がいいですね。完全に言ってるし、なんならどの足が言ってどの足かわかるとか。そうね、じゃあ徳山はやろうか。これさ、ちょっと俺徳山の12レース菊池選手の一戦行きたいんやけど、インディゲージ79で、菊池選手ね、実はまくれさされやすい選手で徳山得意としないけど、一周タイムで言ったら抜群よ。だけど俺これね、菊池選手逃げるんじゃないかなと思って。なるほど、ね、狙える一戦なんですね。どこにいいか行きたいな。あれね、4年超えない。で、ただね、いい手が俺見つかったな。でも、有益な情報基礎つかんでて、6号艇の森田選手、エンジン的には前節優勝のエンジンって佐藤森選手が見つかって大事だけど、それは癖であるな。そう、癖があって本人と全くマッチしてないから逆に切る対象なんですよ。あ、いや、これ俺もそうやね。空いてないけど、ここちょっと俺にガードをさせてもらえ。いや、いいよ、あれだって俺いいもん。1、2が来る確率、これ 8% しかなくて、1、3、1、4が来る確率、それぞれ 38%、38%。だから俺は1、3、1、4でいきたい。で、これ世間が1、2が売れてるんだけど、タロちゃんからしたらそれは美味しい条件。美味しい。俺もね、オールインしたいの。で、2.3 倍しかならんけど、オールインしに 2.3 倍。確実に取れると思うかもしれない。自信があるんですか？ある。ということで買ってきました。今回菊池選手の陰線で、菊池選手負けるだ2号艇に負けて、でも負けんかったら2号艇潰す走り方して、3と4が来るということで、1号艇頭で2着に3と4で、3着の森田選手は、AI 3レータ率的にも俺のデータ的にも来にくいってことで切って、これで大体2倍ぐらい目指してる。うわ、めちゃくちゃ雨降ってきた。今見えんな。今かなり降ってる。これこれ選手もスタート見えん。いや見えてない。やばい、ちょっと待って、これ大丈夫か。いや、こんな中でもスタートいけるんや、すごいナイス、自然手って。ただ2がちょっとへこんどるね。2がへこんでる、3がしっかりまくればある。おっと、まくりに来てる。いや、あ、タロちゃん、タロちゃん、いや、大丈夫大丈夫、1、4で行こう、1、4で、1、4で、1、4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 、1、
あ、いや、いや、大丈夫、大丈夫、大丈夫。届け、届け、届け。よし、届いた。タロタロタロ。オッケー、オッケー、オッケー。一応で行こう、一応で行こう。こう安全に。いい、それで。それでいい、それでいい。4号手行こう、4号手行こう。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、オッケー。来たぞ、オッケー、ごめんね。よしよし。来てますよ。オッケー、オッケー。5と6がやり合ってくれたら2は確実に行けるはずなんよ。大丈夫だよね。大丈夫大丈夫。じゃあ2個。大丈夫大丈夫大丈夫。一応2でいいよ。よし。よかった。俺3潰された時終わった思った。俺も。よし。よし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 。よし。これはでかいんじゃないの？よしだ。ナイスティック中。これで増えたね。増えた増えた。とりあえず。ただね3倍が取れんかったってのがね。でも作戦やからこれが。刻んでとにかく。よ
し、オッケー。22,800円だった。さすが。やったー。オッケー。やったー。この刻みですね。そう、刻んだ。3枚のゾーン持っていくけん、これで。よしよしよし。本人が全くマッチしないから、これでも切る対象だよ。いや、これ俺もそうやね。13、14が来る確率がそれぞれ 38%、38%。ねえ、次行きたいですね。若松か大村なんです。うんうんうん。マジで、はい、本当にごめん、先言うけど。ん？じゃあ本当に眠くて、全然集中できてないじゃんね。うんうん。本当に30分ぐらい寝かしてほしい、うん、それで体力を回復するんですか？すると思う、うん、うんうん、まあ別に焦ることないけんね、寝てもいいんじゃない？だってもう入れるレースそんなないし。そうそう、ちょっとじゃあシスさん、ヤシさんでいいっすね。いい、うん、隣で寝とるけね、うん、ちょっとごめんね、うん、いいよ。いや全然、じゃあシスさんまた後ほど。あ、すいません。多分深い眠りに入ってないよ。俺シスさんのさ隣で寝てたよ、はいはい、めちゃめちゃいいです。いや、やっぱね、リブの息吹すごいよね。期間多分狭まってんやで、あれ。あの地方のホテルとか行ったらさ、壁薄いけんさ、隣の音聞こえるんやけど、はい、横うるせえなと思って朝出たら島のこと多いけど。めちゃめちゃ今ね、だけど若松あれですよ、これあのレース天気タイム出てますよ。出た。これ1が出してほしかったんやけど、1出したっすね。ああ、ああ、いいんすか、これやっぱ。いや、これ入ろうか、入ろうか。入りそうっす。ちょっと、シスさん、ちょっと、シスさん、シスさん、ちょっと、これも入るわ。ちょっと、ちょっと、入れすぎまった。ちょっと待ってね、これ入れてみてほしいんやけど。うん、ちょっと、あと何分出しよう。あと、15。あと15。じゃあ、あと3分やね。あの、いいこれちょっと結構熱いレースらしいですよ、多分太郎さん狙ってて。3倍狙えるレース。3倍 300%、 300% 引ける。あと2分やね。じゃあ、あーまじで、あのほんまに疲れてるわ。ちょっと行きましょう。よしよし、行きましょう。一旦起きよう、はい、一旦起きよう。ちょっとじゃあ静さん、起きましょう。起きよう起きよう。びっくりした、なんか音楽流してると思ったらちゃんと天使見てるわ。ようやく起きましたね、うん、これさ、太郎ちゃん、6あんま良くないよ。 6? いや、1逃げるけど、ちょっと6はいらんかなっていう感じかな、はい、これね、普通に言ったら 1、2、3 だけで買っとけばいい確率なんやけど、14がね、怖いよね、俺ね。カノン選手でしょ。そうで、これ1、4、6が切れたら激アツなんやけど。で、俺も6切りたいっていうのも、それはあるって感じなんだじゃん。1、4、6だけ切るか。もったいないもんね。若松7レース、はい、はい、もうどんどんいきます、うん、もう狙ってたレース来たんで、はい、1号艇が濱田選手、うん、逃げたら2と3がこれ来やすくなってて、うん、データで来やすいんやけど1、4がね怖いんよ。だから抑えで1、4、2、3も勝ってるって感じ。これ合成3倍になり来たらくじ引けるね。これでいきます。くじチャレンジ、くじチャレンジ、はい、うん、2がちょっと遅いくらい。3が持った、うん、でも横並びやね。これ普通だったら逃げれる。3をしっかりまくって4号手まだ、4号手まだ、4号手まだ、めちゃくちゃいいかかってる。4号手まだ、4号手まだ、いや、漏れとるな。漏れてるね。でも押してるね。伸びろ、勝ってる勝ってる勝ってる、大丈夫大丈夫。伸びろ、締め上げる、締め上げる。決まろう、1先絶対、1先、1絶対先、1絶対先、残せ、大丈夫大丈夫大丈夫。よしよし、取った、よし取ったぞー。これね、6が来たらダメやったんや。濱田選手がね、A級やったから、うんうんうん、よかったんや。とはいえ、かのちゃん1音熱いっていうのは言ってくれなかったので、ね、これはめちゃくちゃ熱かったよね。そう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 、よかったんよ、よかった。これチームが生きた。いや、そうなんよ、そうなんよ。ですよね。なんとかいけないよ。
あぶねー、よかったー。あー、ナイス。これ、3倍になってるかなよ。絶対に。これ、めちゃくちゃ問題なのが、1400円ぐらいついてないの。3倍になってない。そう、ここでくじ引けるか引けないかも超重要っす。1400円以上の配当がついてたら、引ける。うわ、下がってる、マジか。いや、これ、プラス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 、いや、絶対乗ってたはずないよ、これ。きたね。1が下っすよね。1がね、怖いよね、俺ね。くそー、取れたと思ったのに。くじ行けたと思ったのに。くそー。ちょっとまた探そう。リーチ出しとるのにだけどね。いや、これ、300% 引けんかったんやけど、3万超えた。うん、超えた。あと、6万いくらで超える。これ全然違う。いける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 。だけど、次のフェーズ入った件が攻めれるんやけど、うん、スタート位置立っただけやけんが、まだ慎重に行こう。激アツです、探そう。オブラキレース言います。これ、インニケが世間で言うと回しないんじゃないっていうレースだったよね、うん、ただ倒したのがいいと。80、俺は逃げると思って、そうで、俺は1、3を入れたかったよ、ね、うん、で、3着に関しては流しました。いけるいけるいける、ハル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 、ハル、ハッテ、ハッテ、よっ、いけるいけるいける、逃さすな、逃さすな、逃さすな、頑張れ。いや、でも勝負になっとる。まだ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 、うちにおらんから刺せ、鋭角に刺せる。これいらんねんな。こっちになんか飯屋があるんですか。焼肉屋さんがね、はい、なんかこの島に最近行ったらしくて、ほう、焼肉、うん、いただきます。いただきます。いやー、久々の白飯じゃないですか。フリーズしてましたもん。いやー、でも1日目の晩を迎えてますけど、今の心境的にはどうなんですか、このスーパーハングリーは。やりたくないか。まあ、だいたい 114% やね。 114%? 設定 6?、うん、設定6やん。マジや。でもまあ、今までね、やってきたじゃないですか、企画を。青春18キップとか、まあ、今最近言ったら夢チャレとかハングリーとか。それと比べたらどうなんですか、このスーパーハングリーっていうのは。団地。団地？若松の12行こうと思ってて今。うん。その理由がインニゲ率が 13% なんだ、ね、うん、低いっすね。めちゃ低いよ。 A 級の選手ですけどね。そう。でもこれ女子戦って往々にあって、はい、階級を見て、うん、勝っちゃいけない理由がこれない。例えば寺田選手とか、はい、細川選手のイン戦って実はあんまり鉄板じゃないの、うん、だから今回のマニア選手も A 級なんやけど負けるっていうのは往々にしてある。へえ。もう本当にね、女子の9が騙されちゃうから、よく見ないか、うん、で勝つなら、2、3。なるほど。1、3は展示見ると、1号艇はもうモーターもやばいよ。このモーターって、去年の11月からスタートだけど、一番悪いのね。で、ターンの時も漏れちゃってて全然良くないから、俺はこれ1、破れると思って、うんうん、だから世間とのギャップもすごいし、一番勝負に適してるレースかなと思うんで、うんうん、誰が勝つかよ。実際に勝つと思ったの。これね、2と4だったんだよね。3じゃなくて2と4だったんだよ。じゃあ2、3の頭に行こうか。ちょっとここは広く行きたいね。いや、行っていい。広く行っていい。若松12です。はい、今回は2号艇、3号艇、4号艇で、はい、こんな感じで場合分けをしてます。はい、ちょっと複雑。これ 300% を基本的に狙ってるから、うん、2号艇、3号艇の時は 300% を超える。ただ4の時は正直 250% ぐらいになっちゃう。うん、でも 2.5 倍になったら結構でかい。でかい、でかいですね。これを目指してやっていきます。3が2がいってない。4じゃない、出産、うん、これでも3がいってる。いける。これ3がいってるよ。3が締めかけて。締めて締めて。締め切れる締め切れる。そうそうそう、締めて締めて。で4。4まで。いける。出せよ。いける。4まで。よし、よっしゃー、締まる。よし。ただ46ない。ダメダメダメ。ただライン的には4位。ある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 。シスさん4ナイスマジで。ちょっと待って。これね、6をね先に回しちゃダメ。絶対に先に回しちゃダメ。1号手先に回って。回さん回しちゃダメ。3号手刺せばいい。3号手刺して。4、3。よし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 。
よし、よし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 、ちょっと今、ちょっと夜やからちょっと静かめに行こうか。おい待って待って待って、ハオちゃんが来てる、ハオちゃんが来てる、おいでおいで。しかも1号艇も道中が上手くて、いやそう、上がってきてるやん。いや、シスさん4ナイス、マジで。そうっすね、いや、マジ4ナイス、うん、シスさん入ってるんだから、入れましたね。ほんと、いや、外だ、耐えろ、耐えろ、よし、よし。いやただちょっと待って、4が危ない、4が危ない、4が危ない、まだ分からんね、怖いっすね。4のとこ満州じゃなかったっけ、4のとこ満州、満州だったよね。うわ、で、外外行っとるんで、そろそろ線差しが来るはずなのに、やばい、やめて、よし、耐えろ、周回重ねるごとに水面悪いから外前はマジで不利なんよ。うん、そうなんすね。外前じゃ勝てない。やばい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 、よし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 、しっさナイス、来ましたね。41いくら入れてんの、41さん。これ413、200円、200円です、200円。これ150倍以上ついたらくじ引けるけど、ただもし引けんかったとしたら、ね、いやでも 2.5 倍でもいいよ、そう倍でもいいよ、とにかく着実に今増やさないといけないんで。いやマジどうな、これリプレイいかんよね、リプレイパターンパッと出てきた気がするけど、うわー、いやでもでもでも増えてはいる、18720円だから8720円よ、増えてる増えてる、まあプラスプラス、そうそうそう、永久ないけど負けるっていうのを往々にしたよね、岸さんが勝つと思ったね。これね、2と4だったんで、ね、じゃあ2、3、4頭でいこうか。よし、なんとかなしてきちゅう、いや、つなげたね、つなげましたね、そうなったね。そうですね、今、正直が28,560円なんです。 OKOK、 あと4倍やね、うん、まあ、ちょっとね、この嬉しい状況の中で非常に申し訳にくいんですけど、明日、チェックアウト9時、9時、はい、あいつフェリー行くと、ちょっと待って、フェリー行くとフェリー6時間後、6時間って小学生が授業を受けて受け終わっとるんや、帰るやん。え、ちょっと待って、どこにいんの、そしたら俺公園、もう通報されるよ、ほんとに変な大人が9時からいますマジで通報されるよ。大丈夫です、警察官の方一人しかいないんで。違う、そういうことじゃない俺ら多分ここ3日間ぐらいずっと歩いてて変人になってるよなんかちょっと明日はより厳しい環境になるんですけど、はい、厳しいんですけど望んでもらえたらと思います。もう今日は早く寝て明日備えますか。そうやね、とりあえず今日はおやすみなさい、お疲れ様でした。泥臭く行こうかなと、歩きたい、もう帰りようと思って、大丈夫、ガチャ引いて、出てってくれ、大島から、よっしゃー、2回目のスーパーめっちゃ見てるやん、待ってるね、疲れた